一番大切なことはピエンの目に見えない星の王子様あつ森バージョン、バラを置いて自分の星を去っていくジャジャマルです。これから向かう地球にはたくさんのバラが咲いていますが、一本のバラをかけがえのない存在にしたのはジャジャマルがそのバラのために費やした時間です。恋人や家族、かけがえのない大切なものは出会ってすぐにわかるものではありません。今何に誰に時間を使っているのか改めて考えてほしい。常吉から大事なことを学んでいきました。あつ森ラッドウィンプスが生みの親、羽の生えた歩くスパークル、新海誠監督の魂を受け継いでいます星座マニアのフーコです。星空を見上げながら流星群に願いをかけていく、この神秘的なキャラクターがやはり周りを引きつけるのか、一緒に星を見ようと近づいてきたのがサンデーです。少し冷たくなってきた秋の夜風、そして頭上には天然のプラネタリウム、喉を通過するファンタオレンジはキンキンに冷えて上がります。一体どんな願いをかけているのか。ヤシの実、食欲の秋が勝ってしまいました。あつ森やってきました博物館、館長を横目に一目散に走っていく。喫茶鳩の巣、アップデートが待ちきれない様子です。階段の左側、まだ壁しかありませんが、まずは手を振っていきます。マスター、コーヒーを一杯。一体何が見えているのか。もちろん返答はありません。ここでやっと正気に戻りました。あつ森ダイレクトを待つしかなさそうです。一旦タピオカでもう少し辛抱です。あつ森エンタメの少ない無人島生活の中で、なんとか新しい楽しみを見つけようと試行錯誤した結果がこれです。目の前にオーディオプレイヤーを置いて、さも音源を流していると見せかけながらアカペラで歌う遊び、暇人を極めた一人遊びの最終形態。後ろの掃除チームもあえて保つには触れません。そっとしておくのが一番という判断です。冷静に見て自分の異常さに気づけていないというところが末期症状。これは少し周りからも浮きそうです。あつ森コオロギに向かって一目散、住民たちが寄っていきます。ソーシャルディスタンスの概念はもはや弾け飛んでいるのか、完全に密、飛沫感染待ったなし。ただコロナが怖くて虫捕りはやっていられません。今世紀最大の集中力、3人いれば誰かは捕まえられるはず。ワンストライク、ツーストライク、さあ追い込まれました。空振り三振、クソエイム三重視、何事もなかったかのように解散していきました。あつ森推しを称えまくれば心を開いてくれる説、そのアプローチの仕方を採点していることのです。わざとらしくないか、笑顔は自然か、キラキラの量は適切か、様々な審査項目があります。ただその採点以上に大事なのは心に響いているかどうか。一瞬腰を上げましたがもう一度座ります。一瞬垣間見えた心情の変化、プラスに働いているのかマイナスに働いているのか。諦めお姫様、ここはガンガン押していく。睨まれました。あんまりよく思っていないようです。あつ森なぜかご機嫌なミスズです。この機嫌を損ねないうちにしれっと出社させてしまおうというところ。店長、さも自分が店に向かっているだけのように見せかけながらミスズを少しずつ押していきます。駐車場までやってきましたが、相変わらずテンションの高い港区女子、今日は真面目に働いてくれるか、千載一遇のチャンスと思っていましたが、ここでブチギレです。非常に荒々しい動きで捨て台詞のサボるはいつもの問題児に戻ってしまいました。あつ森海岸で寝ていると風邪をひいてしまいます。ここは起こしてあげる必要がありそうです。決して悪意はありませんが、偶然近くにドラが置いてあります。ためらうことなく行きました。脳が震える大音量、しかし全く起きません。ということは何かを刺して帰っていきました。